はい、佐藤あやみです。今回はですね、日産新型スカイラインに乗っています。イエイはい、というわけで今回はこの日産スカイラインの内装と外装を詳しくチェックしていこうかなと思います。走りの部分とかも実際にドライブしてみてレビューしたりもしているので、ぜひ概要欄から見てみてほしいなと思うんですけども、この内装と外装もすごい魅力たっぷりの、というかもう本当に大人っぽさ漂うセクシーな車になっているので、内外装の方も最後まで見ていただけたらなと思います。では早速スタート。風が強いのでもしかしたらアフレコになるかもしれないんですけども、ちょっとレビューしていきたいと思います。外装、この顔つきですね。わー、もう昔からかっこいいスカイラインってやっぱり、このねキリッとしたかっこいいような 目元、めちゃくちゃ私はタイプです。実は私ね、スカイライン V35 かな納車しようとしてたんですよねそのくらい迷ってて、クーペなんですけどね、その時は。そのくらいスカイライン実は好きというかお気に入りの車でしたまあ今でももちろんお気に入りというかかっこいいなと思う車なんですけど、このグリルの部分もですね、迫力があってかっこいいかなと思います。色味もかっこいいよね、チョコみたいで。私今日色味一緒に合わせてみたの、スカイラインとデートフェアルック、はい。で、まあ、横とかのラインを見ていくと、まあ、普通のセダンって感じですね。なんかすごいこのフェンダーの部分が盛り上がってるとかいうのもなく、シンプルな美しい作りになっています。はい、でお尻ですね、私の大好きなお尻はこんな感じ。まあ、セダンタイプもね、お尻っていうより背中とお尻のマジ中間って感じなんですけど、スカイラインの、まあ、この後ろのライトとかもなんか丸がさあってさ、そういうスカイラインの名残をずっと受け継いでるというか、なんかそんな感じですね。やっぱスカイラインも後ろから見たらわかるもんね、この丸のテールランプが。でスカイラインって書いてあって GT って書いてあります。でマフラー部分はこんな風になっていて、2本出しですね。でこのマフラーも意外とね、私が映ってるハロー、意外とマフラー音も良くて、そこがびっくりしました。結構力強い音が出るんですよね、踏み込むと。やっぱスポーティーな走りとかも譲れないみたいなって方とかにはおすすめ。普段乗りでこう上品にシックにセダンを乗りたいけど、でもやっぱスポーティーな乗り心地も欲しいなっていう方とかには特におすすめの車かなと思います。はい、こんな感じでした。はい、こんな感じ。ドアのところですね、ジャスミンティーです、私の飲んでいるでここですね、スピーカー、はい、いいスピーカーついてますね。やっぱ音がいいんだわ本当になのでやっぱドライブの時間もさ、この音がいいスピーカーだとさらに楽しくなるね。ここはね、自分のシートポジションを登録することができます。でこのシートも自動でブインブインブインっていう感じで動かすようになっている。このボタンで自動っていうか、ここブイーンブイーンみたいな、こんな感じですね。このハンドルのところとか、このメーター周りですね、はこんな感じです。これね、真ん中にここにねスカイラインちゃんがいるんですけど、道路とか走っていると、高速道路でプロパイロットとかしてたら前にねこういる車をね認識して、その子がここに現れたりとか、プロパイロットボタンを押したらこういう風に、はい、なったりとか。でここでセットね、マイナスでセットすることができるんですけど、はい、こんな風になっております。でここら辺の周りもボタンがたくさんついていて、まあ指先一つでですね、こういろいろ設定ができるというふうになっています。あとこの前の部分ですね、ここ、はい、ここに今は0キロって書いてるんですけど、このなんとかディスプレイがついていて、これ何だっけ名前、フロントガラスの部分で速度を見たりとか、そういうふうなものができるようになっています。プロパイロットとかになると、本当ねここの全部に速度制限何キロですよとか、あとナビ設定してもここで全部ね、ナビでこっちですあっちですとかいうふうに出るようになってます。すっごくこれは便利、よそ見ねちょっとでもしなくて済むので、もう前だけ見てれば
目的地までたどり着くのですごく便利かなと思います。あ、これはね、ここのセンサーは顔をね認識してくれて、顔認識っていうか私がね寝ていたりとか居眠りしてたりとかよそ見してたら警告してくれるようなものです。いいですね、この子は優秀です。でここにもパネルがついていて、であとここの部分でですね、こういう風になんかナビの部分を動かしたりすることができます。はい、ここで全部こうね、いろいろまあわざわざこうやってしなくてもここでできるようになっています。でシフトのところはこんな風になっています。ここでね、はい、こんな風にスポーツモードというか変速したりもすることができます。これもパドルシフトがあるのでここで遊んだりとかもできるしね。でここの部分にサイドブレーキがあって、でここでモード、ドライブモードをチェンジすることができます。これをねプップップって動かすと、ここら辺にこうやってほらエコスノーとかいろいろ出てきて、はい、スポーツとか、まあ、スタンダードでやっときますね。シートはこんな感じ、なんかシンプルな、なんだろう、白っぽい、なんかグレーっぽいようなステッチが入った黒のシートになっております。でこの前の部分も、はい、このようにステッチが入っていて、なんかここがさグーってなっているのがまたこのカーブがおしゃれよね、かっこいい。でこの横はこんな風になっていて、この線とかもなんかおしゃれやし、シックな感じやね、大人っぽい上品さのあふれる内装になってるかなと思います。ここはねサングラスを入れたりとかできます。大事で、照明とかだったりとか、はい、ありますね。運転席周りとかはこんな感じでございます。じゃあ後ろ見ていきたいと思います。はい、後ろに乗り込んでみました。はい、この後ろの部分にはエアコンがついているのでね、後ろの人も涼しく快適に過ごせます。で足元なんですけど、すごい広々としていて座り心地最高ですね。はい、最高です。めちゃ広い、ゆったりしてます。ここの部分、この後ろの背もたれのここの部分にもさ、ここについているから涼しい。夏とかあと冬場もいいね。結構上の高さも広々としています。ほら全然スペースある。私164センチなんですけど、広々としているので、大人の男性の方とかでも問題なく座れるのかなと思います。いいね、いいね。ここ引っ張って開けてみるよ。パカ、はい、ここです。多分ドリンクホルダーかな、ドリンクホルダーがあったりとか、下げることもできるし、ここに座ることもできるし、すごくいいですね。こんな感じ。あ、ここのねドアのデザインが可愛いな、おしゃれですね。全体的にすごい上品、上品な雰囲気が漂ってるのかなと思います。彼氏とかがこういう車に乗って迎えに来てくれたら惚れるよね、かっこいいってなるよね。まあ私はスポーツカー好きなんで、もちろんスポーツカーでも嬉しいんですけど、やっぱこういう車って大人の男性だなって思う。私はちょっとまた変わってるんですけど、一般女子の受けはいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回は日産スカイラインの内外装をレビューしてみました。いかがだったでしょうか。内装も外装もかっこよくて大人っぽいっていうね、もうそんな感じ。女性が乗ってたらもうかっこいい女性って感じがするし、男性が乗ってたらとにかく紳士な男性っていう風にね、そういうイメージがつくような車かなと思いました。いやー、たまらん、なんかセクシーやね。この色もなんか珍しいカラーやし、落ち着きがあって、大人っぽさがものすごい漂う上品なセクシーな車だなって思いました。最新のね運転支援技術が搭載された車になっておりますので、それを体感したドライブ動画も出しておりますので、ぜひそちらの方も概要欄からチェックしてみてほしいなって思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。